ドラゴンボールでどうしようってんだ。いでよ仙丼、そして願いを叶えたまえ。どうか仙丼に地球の破壊をやめさせてもらう気か。いや、そんなことは無理だ。金持ちのアトラクションは派手だね。どんな願いも叶えてやる。そう言え。あのさ、仙道さん、スーパーサイヤ人ゴッドって知ってる？え、なんだそれ。ほう、僕が聞こうと思っていた質問と一緒だ。ああ、知っている。え、知ってんのか？本当？本当だ。本当かどうかというのがお前の願いか。いや、知ってんならここに連れてきてくれねえか。連れては来られない。存在しないからな。スーパーサイヤ人ゴッドというのはサイヤ人から一時的にだけ作り出される神だ。それってどういうこと？質問が多いな。願いは一体何だ？ビルス様がスーパーサイヤ人ゴッドを出せって言うんだけどさ。じゃあ、ビルス様、これはビルス様、はじめまして。スーパーサイヤ人ゴッドの作り方を教えてあげなさい。はい。あんなシェンロン初めてだわ。スーパーサイヤ人ゴッドというのはその昔、同じ仲間であるサイヤ人の悪行に疑問を感じ、反乱を起こした一握りの正しいサイヤ人たちが偶然作り出した救世主だ。その救世主はとてつもない力でたちまち悪のサイヤ人を蹴散らしたが、あとわずかというところで戻ってしまい力尽きたようだ。再び惑星ベジータは悪のサイヤ人の星となり、その救世主は伝説からも消された。その消された伝説と。長い話だな。分かったかベジータ。5つの正しい心を持つサイヤ人が手を携え、もう一つの正しいサイヤ人の心に光を注ぎ込め、それはサイヤ人の神となる。方法は教えた。さらばだ。失礼します。